ネットフリックス映画シティハンターでサイバリオを演じました鈴木亮平です。アニメシティハンターでサイバリオ役をやりました上木彰でございます。いやーこれサイバ障子なんだ。サイバ障子でございます。びっくりですね。映画でも、はい、応接間が忠実に再現されていたんでびっくりしましたけれども、はい、いやとうとうやりましたね。とうとうなんとか完成にこぎつけました。でも、はい、アニメーションっていうのは、はい、絵じゃないですか、はい、そのあんなにドカーンとも変わらないし、うん、表情だけじゃなくて気持ちも切り替えなければいけないわけでしょ、はい、いやよくやったなと思ってどうでした。いや本当おっしゃる通りで、はい、どこまでアニメらしい表現にするかっていう、それこそサイバリオの二面性みたいな、はい、切り替えみたいなのが、はい、実写でやると、うん、人間に見えなくなってしまうんですけど、それをあまりリアルにやりすぎるとシティハンターじゃなくなっちゃうんですよ、はい、僕たちが知っているシティハンターをやりつつサイバリオをやりつつ一人の人間だよねっていうところのバランスが本当に考えながら現場でも確認しながらやってたなっていう感じですね、はい、まあ、だけど僕見せてもらって、はい、おりょうちゃんだって思いましたよ。本当に。本当ですか、うん、はい、現実にいたら、はい、こうだろうなと思って、うん、そういう意味では、はい、まず感動しました。ありがとうございます、はい、今回アクションコーディネーターで入られている方が、はい、大のシティハンターファンだったんですよ。アニメのあそこのシーンのなんかああいう戦いやりましたよねって言ったら、あそこのあの話のあそこのシーンですよねっていうふうに言ってくれる方だったので、その方と二人三脚で、うん、サイバリオならこれはありだろうとか、はい、これ以上やるとちょっと香港的な動きになっちゃうかなとか微妙なところ探っていきましたね、うん、あともっこりシーンがいろいろありましたけれども、はいはい、やっぱり女性に囲まれて、はい、リオちゃんが、はい、踊るシーン、はい、こう女性の体見たりしても、はい、ただなんかそこには子供のような感じっていうかいやらしさがないという、だからそれはもう自分でも、うん、心がけてやってたんですけど、それ感じませんでしたから、うん、爽やかなもっこりで、そうなんです、そこは絶対こだわりたくて、もう少年ジャンプだし、そうそうそう、昔はあのぐらいは子供が見ても OK というようなレベルだったと思うんですよね。今回サイバ障子って結構、はい、出てるんですけど、お年賀のタオル、はい、名刺もありますんで、本当だ、サイバ障子のサイバリオと申します。ありがとうございます。いや何かに使ってください。このいかがわしい住所、はい、ありそうなあのビルの、はい、りょうちゃんの事務所、うん、それから廊下、うんうん、再現されてましたよね。なんかああいうイメージですよね、はい、あれ本当美術さんもシティハンター世代だったので、はい、でも一つ美術さんが悔しがってることがあって、うん、アニメだとファンが回ってるんですよね天井に、はい、であれが美術さんの中ではもう一番のサイバリオの部屋だったらしくて、はいはい、それをちょっと場所の関係でつけられなかったんですよ、うん、天井がないんでセットだから、それを一番悔しがってましたね。なるほどね。そういう意味で、はい、その見どころが満載、はい、で僕実はまだ2度しか見てないんですけど。2度も見たんですか、はい、でも見つけられないものってまだありますから。そうですね、はい、まあ、小ネタみたいなのはありますけどね、うん、であとここどこだろうとか、はい、走ってるとことかね、はい、うん、そうですね、ファンの方は探すんですよね。探すと思いますね、うん、弾丸がこうスローモーションで通っていくシーンとか、はい、細かい、はい、と思ってあれは原作で僕参考に僕らしたのは、街の遠くから雑踏の中を車のボンネットを打って、はい、エアバッグ膨らまして犯人を動けなくするっていうシーンがあったんですけど、まあ、そのイメージでしたね、うん、雑踏の中であっても、はい、ものすごく喧騒であっても、
激鉄を起こす音とか聞こえるじゃないですか。アニメでも、はい、そうですけど、本当は僕はそこキリキリキリっていうあの効果音を入れてくれってお願いしたんですけど、うんうん、まあ、実写に入るとちょっと不自然だったんで、あ、なるほど、ね、はい、多分切ってくれたんだと思いますね、うんうんうん、で、あのまだブルーの上着じゃないんですよね、はい、そうなんですよ、うん、まあ、これはそう、これもアニメと漫画のだいぶ違いだなと思ってまして、はい、漫画っていうと印象的なのがあのロングコートでその中に銃とかいろんな武器を実は仕込んでたみたいなエピソードがあるんですけど、はい、まあ、まだ始まりの物語ということと、ね、日本で実写化するってなった時により北条司先生が書かれたオリジナルのものに近づけたいなと思ったのと、もう一つ理由があって、うん、実際絵では成立するんですけど、実写版でこういうジャケットを着るとホルスターと銃仕込んだらこんなになるんですよ。仕込めないんですよ、はい、なので抜いた時にそんな持ってたっけ今までっていうことになるので、うんうん、もしこう今後あるとしたらやっぱりブルーのジャケットも着たいと思ってるんで、その時に銃をどこに仕込んでるか問題がある。確かにそうですよね、はい、かといって結構ボワッとしたのを着てちょっと左が脇が空いてるとかだと、うん、ちょっと雰囲気違うちゃうんで、そこはどうしようかなと思ってるところですね。でもやっぱりあのシティハンターファンは、はい、当初りょうちゃんあの格好ですから、うんうん、むしろ新鮮かもしれませんね。逆に言うとアニメの時はどうだったんだろうなっていうのは想像していて、うん、そのアニメになって漫画のサイバーリオの衣装じゃない、はい、うん、なんかジャケット着てるぞってなった時にファンの人たちってどう思ったんだろうなっていうのは、ね、はい、だから大体あのシティハンターっていう作品は無理やりねじ伏せるというところがあるので、はい、どういうことですか、はい、だから、はい、この作品の僕、うん、次を想像すると、うん、はい、もっとなんかすっ飛び抜けたりょうちゃん、はい、香りが今度はもう止めてくれますからね、はい、量はもっといけますよね。でとあの香りの感情の振れ幅も、はい、もっと出てくるし、うん、その、まあ、一応ハンマー持ってましたけれども、はい、あのいわゆるアニメ的な出し方の、はい、そのリアルなやつをどう見せてくれるんだろうって、はい、課題ですよね。いや少なくとも、はい、今回出たハンマーは原作には本当あの時期ハンマー出てないんで、はい、プロトタイプだろうなと思っていて、うん、こうやって手に入れたハンマーを香りは磨き上げて、うん、自分なりに改良して、はい、あの形に落ち着くんじゃないかなって僕はやってながら思ってましたけど。そうですよね、はい、神谷さん声のご出演されてるじゃないですか。はい、ありがとうございました。どんどんです。少しでもお手伝いができて、はい、すごい嬉しかったです。ありがとうございます、はい、神谷さんがやれるって聞いて、はい、嬉しいのが 90%、はい、でも 10% は本物来ちゃうかと思って本物が喋った後に俺喋ったらなんかサイバリオじゃないなと思って心配してたんですけど、ただその辺はうまく、はい、うまくやっぱりさすが、はい、ですね、神谷さんの声には聞こえるけど、うん、サイバリオには聞こえすぎないみたいな感覚をやられたんで、はいはい、いやさすが魔術師と思いました。本家の方って自分なりのものを作り上げてくれっておっしゃるんですよ、はい、北条先生もそうだったんですよ。あのもういつも僕はそう言います、はい、だけど、はい、無理なんですよ。そっか、僕らも神谷さんで育ってきちゃってるんで、うん、僕もなるべく自分なりにもう神谷さんを忘れて自分なりのサイバー漁をするんだって思ってたんですけど、現場で自分でやってみてもあ今の神谷さんだなとか、あもう漁の話し方になるともう刷り込まれちゃってるんで、うん、自分で言っててもあもうこれ完全に神谷明に影響を受けてる俳優の喋り方だなって分かるんですけどもう途中からあそれでいいやと思って、うんうんうん、もうそれしかできないっていうなりましたね。あとだからそれをヒントに良平君が跳ねてっちゃえばいいんじゃないですか、ね。まあ、そうですね、うん、だ今回も跳ねてましたし、うん、無我の境地のように、はい、もっといけるんですよ、うん、分かりました。もう
入り口見えてますんで、はい、まだ僕栽培料初心者なんで、だからもうドア開いてますんで、ドア開いてますか、はい、バーッと行けば無我の境地でもっこりができるようになる、うん、そうなんです重い言葉だ。あとちょっと一つだけお礼を言いたいのはこの場を借りて、はい、撮影中とか企画開発中とか、ものすごく追い込まれた時期もあったり、はい、本当にこれだけファンが多い作品なのでプレッシャーもすごく感じていた時に、神谷さんから LINE いただいたりとか、当時のアニメの台本の貴重なものを送ってくださったりとか、そういうものが本当に心の支えになりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。初めていろいろお話をした時に、北条先生も僕も良平君と喋っててタジタジになってしまったんですよ本当によくご存知で、うん、だからやっぱりそのいい意味のこだわりがいっぱい詰まった楽しい作品に仕上がってますんで、ぜひたくさんの方にご覧いただきたいと思いますね。はい、僕ももうまだまだ見ますよ、はい、ありがとうございます、はい、いろんな作り手はいろんな思いを全てのシーンに入れてますから、はい、ぜひ何度も見てください。